旧おこかみ家住宅は、千葉県成田市大竹にある、江戸時代中期の民家。元は、同県安房郡丸山町にあったもので、安房地方の典型的な民家である。国の重要文化財に指定されている。安房地方で代々農家を営んできたおこかみ家の住宅として1779年に建てられた。安房地方の典型的な自家屋型の民家である。座敷周りに、 縁側が付けられ、引き違いの板戸に半元の名称字が使われている。また、混流当時の費用明細を書き記した不信入用拡張と1844年に屋根の吹き替え費用を書き記した屋根替え拡張も残されている。これら2冊の文書も建物とともに重要文化財に指定されている。旧おこかみや住宅は1969年6月20日。 国の重要文化財に指定され、1973年6月、千葉県安房郡丸山町石堂12番の3から、千葉県成田市大竹の千葉県立房総風土木の丘内に一区保存され、現在に至る。千葉県立房総の村は、成田市と印馬郡栄町にまたがっているが、当施設は成田市に位置する。なお、一区時に復元修理が実施され、 改変されていた間取り等は混流当時の状態に復元されている。だしあがた建築士用語で文、胸型、曲がり屋に対し床を張った部分と土間が一つの屋根になっているものを指す。ありがとうございます。